バレーボール、男子ネーションズリーグ1次リーグ第5週中国大会、第2日、23日、中国、世界ランク12位の日本は同11位の、セルビアに 1-3、28-26、33-35、21-25、18-25、で敗れて通算6勝8となり、出場16カ国中11位に後退した。セルビアは10勝4敗で5位。日本は高い個人技を誇るセルビアに対して福澤達也、31イコールパナソニック、柳田正弘、25イコール日本協会、大竹一成、22イコールパナソニック、らがポイントを重ねて第1セットを逆転で先取。しかし、第2セットを激しい競り合いの末に落とすとそのまま押し切られた。7月4日からフランスで行われる決勝ラウンドには、開催国のフランスと上位5カ国が出場するが、日本はすでに進出を逃している。